米大リーグタイガースエンゼルス27日デトロイトコメリカパークエンゼルス大谷翔平投手29が27日日本時間28日ダブルヘッダー第2試合の敵地タイガース戦に2番指名打者でスタメン出場し2打席連続本塁打となる3738号を放っただが 7回先頭で4打席目を迎えたところで代打を送られて途中交代した。2戦目は3打数2安打3打点だった。まずは14打席連続無安打で迎えた3点リードの2回2死1塁の2打席目。カウント2-2からの7球目だった。先発ミニューで、ダニングの942マイル、約151、6キロ、直球を弾き返すと、逆方向に打球は伸びて、 打球速度107,6マイル、約173、2キロ、打球角度25度、飛距離383フィート、約117メートル、で左翼席に飛び込んでいった。15打席ぶりの安打が、逆方向へのアーチになった。さらに4点リードの4回2走者なしの3打席目には、カウント3月1日から5球目からマニングの947マイル。 約152、4キロ、直球を捉えると、中堅右へ打球速度116、9マイル、約188、1キロ、打球角度22度、飛距離435フィート、約133メートル、で叩き込んだ。勢いの止まらぬ2打席連続弾に場内も騒然となった。ダイヤモンドを回る際は腰を気にする仕草も見せた。その影響もあってか、 7回先頭の4打席目には代打、ステファニックを送られた。球団広報からは、けいと発表された。圧巻の二刀流だ。現地時間午後1時10分に開始したダブルヘッダー第1試合では、5打数無安打ながら、111球で9回1安打8奪三振のメジャー初完封。9勝目を挙げると、試合後には、ダブルヘッダーの一戦目だったので、チーム的にも良かったし、 個人的にももちろん良かったです、と頷いた。試合終了45分後に始まった第2戦では2本の本塁打。103試合目での38本塁打は59,8発ペース。すでに9勝も上げており、投打で大暴れだ。試合前にはミナシアン GM が、8月1日、同2日、2期限を迎えるトレード市場で大谷を放出しないことを明言。 ここまでプレイしてきたチームなのでもちろんファンの人を含めてもちろん大好きですし、最後までしっかりこのチームで今年まずプレイオフを目指して、その先も目指して頑張りたいなと思います、と思いを口にした。自身初のプレイオフへ、投打でフル回転していく。